ノルドストリーム爆発、親ウクライナ派の破壊工作か、米紙。米紙ニューヨークタイムズは7日、天然ガスをロシアからドイツに輸送するパイプライン、ノルドストリームで昨年起きた爆発について、親ウクライナ派集団による破壊工作だったことを示す新たな情報を米当局が入手したと報じた。輸送艦爆破でロシアのガス収入は打撃を受け、ウクライナを利する形となった。一方、ドイツなどの西欧諸国はエネルギー価格高騰に直面した。ニューヨークタイムズによると、集団はロシアのウラジーミル・プーチン大統領に敵対する勢力とみられるが、ウクライナのウォロデミル・ゼレンスキー大統領が破壊工作に関与した証拠は出てきていないという。破壊工作には熟練のダイバーや爆発物専門家が不可欠だが、実行者や立案者、資金源は明らかにされていない。集団はおそらくウクライナ人かロシア人で構成され、米国人や英国人は関与していないと見られている。ノルドストリーム爆破事件はウクライナ紛争の最大のミステリーの一つ。事件の真相が解明されることは今後の戦争の行方にも影響しかねないとも指摘されている。ピューリッツァー賞受賞者シーモア・ハーシュ氏が先月、同事件についてバイデン大統領の指示によるものと執筆した記事は注目された。だが記事は重要な情報ソースが一人に限られ、近年同氏が執筆した一部の記事と同様にその信憑性が疑われてきた。そのため今回新たに浮上したニューヨークタイムズ紙のインテリジェンスに注目が集まっている。同氏によると、親ウクライナ派集団による破壊工作であったものの、ウクライナのゼレンスキー大統領や側近が関与、あるいは支持していた証拠は存在しないという。だが今後、仮にウクライナ政府が事前に認識していた事実などが発覚すれば、ウクライナは欧米諸国からの信頼を失う可能性なども指摘されている。この件に関しては、ピューリッツァー賞受賞の米ジャーナリスト、ハーシュ氏が、英米政府の関与をかなり詳細な情報をもとに明らかにしていた。この爆破に関わった者による多数のリークがあったようだが、ウクライナのせいにすることで、英米自らの陰謀をもみ消したいのだろう。果たしてパイプラインを破壊して、ロシアは打撃を受けるのだろうか。実際困っているのは、ガスの供給が滞っている国。潤っているのはロシアに代わる資源供給国ということになる。実際戦争が始まる前はシェールガスやオイルはだぶついていたのだから。話はそれます。戦争だからって、敵国だからって、相手に何をしてもいいわけではない。日本も終戦のためにと原爆を投下されましたが、こんなことがあっていいはずがない。原爆がどういうものなのか、最初から分かって使用したのだから。何でもかんでも自国の利益になるような変更しかしない国の報道など信用に足らない。さすがにもうヤフコメでも以前のようにロシアがやった自作自演説はほとんどなくなりましたね。事件当時はヤフコメ内では普通に考えるとありえないけどロシア説が非常に多かったですね。おそらくロシア憎しがひどすぎてそんなありえない意見が出るんでしょう。他にも、地雷は攻めてるロシアが仕掛けたとか、ロシアが占領してる原発への郡山駅もロシアの自作自演とか、ウクライナ軍に攻撃しないで民間人ばかり狙ってるとか、いろいろありました。最近は少なくなってきましたが、まだ何でもロシアが悪い意見が時々あります。だってロシア軍にはバフムトを包囲する戦力がすでに尽きていて、ウクライナ軍は瓦礫の山となったバフムト東部を明け渡し、未だ建物が多く残る西部で徹底抗戦できる体制が整っているからね。その上、バフムト北部から包囲しようとしたロシア軍部隊は、さらに北からの増援部隊と挟み撃ちにあって進撃どころではないし、南から包囲しようとしているロシア軍も、バフムト東部から撤退して戦線を縮小したウクライナ軍の堅守に阻まれて進撃が止まっているし、そもそもバフムトを攻略中のロシア軍にまともな機構部隊がいないから、バフムト戦線はあと3ヶ月は確実に持たせられる状況となっています。ウクライナ侵攻から1年、
変化した国際社会の行方は。ロシアのウクライナ侵攻が2月24日で1年が経ちました。もう1年なのか、まだ1年なのか、受け止め方は様々ですが、世界中の人が気になっているのは今後の停戦の見通しでしょう。3月4日放送の CBC ラジオ大石邦彦のナウオンシェアでは、大石邦彦アナウンサーがウクライナ侵攻の先行きについて解説します。母国を守る意思を貫いたウクライナ、世界に衝撃を与えたウクライナ侵攻が2月24日で1年が経ちました。国際秩序を無視した侵攻によって市民の犠牲は増え続け、エネルギー問題に端を発する経済問題で世界中が大きな影響を受けています。今後の停戦の見通しはどうなるのでしょうか。多くの町が灰になり、民間人が8000人以上亡くなったウクライナ、兵士は1万3000人が死亡、一方でロシアの兵士は推定4万から6万人が死亡。各国の当局による情報のため信憑性の問題はありますが、大石、多くの方が命を失っているのは間違いない事実なんですね。本来短期決戦のつもりで侵攻したロシア、ところがすでに1年、なぜここまで長引いているのでしょうか。これにはプーチン大統領の誤算があったと大石。ウクライナがすぐにギブアップすると予想していたロシアに対し、俺たちは母国を守るんだと戦う意思を貫いたウクライナ、大石、これが一番大きかったのかなと。国際社会にメッセージが伝わり、 NATO に入っていないウクライナを支援しようという全面的な動きにつながります。経済制裁の影響は軽微。思い起こせば昨年の今頃はロシアは各国の経済制裁によって早々に潰れるんじゃないかと予想されていました。6月から7月くらいに値を上げるとの見方が強かったからです。ところが制裁は思っていたより効かず、ロシア経済は予測されたほど大きく落ち込まなかったのです。政治ジャーナリスト龍崎隆さんによると、上流階級を除けば普段からあまり贅沢をしないのがロシアの国民性。よって冬場の暖房は石炭が中心で、お湯をヒーターにして部屋を温めるため、さほど影響がないそうです。また、原油、天然ガスで外貨を稼いだこともロシア経済を支えました。大石、これがやはり戦争がこれだけ長引いている理由とも言えるんじゃないでしょうか。バイデン大統領訪問の意図。先月、アメリカのバイデン大統領がウクライナの首都キーウを訪れました。大石、あの訪問が政治のフェーズを変えたんじゃないか。これにはどんな意味があったのでしょうか。龍崎さんは、交渉の窓口がウクライナからアメリカに変わったことを意味する出来事と見ています。ロシアのプーチン大統領としては、落としどころを見つけて停戦したいのが本音のようです。一方のバイデン大統領としては、次期大統領選挙のために停戦の実績が欲しいところ。ここに関してはロシアとアメリカの双方の思惑が合致しています。今後については戦争激化の可能性も考えられるものの、停戦に向けた動きが始まっていくことを予想する龍崎さん。国連は何をしていた？大石、この戦争で明らかになったのは国連って何してるんだろうってことですよね。国連が本当に機能していないことが明らかになりました。国連の機能不全を見るに、武力が正義なのかという根本的な疑問を呈する大石。大石、これを認めちゃったら今後の日本、世界各地の国々心配ですよね。他国にも波及する恐れがあるため、時計の針を戻すような今回の暴挙を認めるわけにはいきません。ウクライナから日本に避難している方は今も多くいますが、本来の仕事ができないことがストレスになっているそうです。長引けば長引くほど増えるのは母国に帰れない辛い思いをする人々。